中野博史選手、愛知県鞘町出身の26歳、去年11月に今回の対戦相手マグラモ選手を破って東洋太平洋フライ級のタイトルを手にしました。そして今年の4月には韓国のカンピルクー選手を判定で破り、今回が2度目の防衛戦になります。そして一方のメルビン・マグラモ選手、29歳ながら46戦のキャリアを持つタフなファイターです。去年中野選手にタイトルを奪われた後、今年8月には地元フィリピンの国内チャンピオンになり、現在東洋太平洋の1位にランキングされています。さあ、中野選手は現在世界ランキング9位とあって、早ければ来年にも世界挑戦という話も出ているんです。そんな中野選手、この因縁のリターンマッチとなるこの試合では一体どんな試合見せてくれるんでしょうか。東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、中野博史対メルビン・マグラモ、解説は渡嘉敷克夫さんと薬師寺康恵さん、実況は伊藤敦樹アナウンサーでお送りします。中野博史が7ヶ月ぶりにリングに帰ってきます。そして前チャンピオンメルビン・マグラモが今度はチャレンジャーとして1年ぶりに名古屋のリングに帰ってきました。今夜の放送席をご紹介しましょう。まず私の隣が元 WBC 世界バンタム級チャンピオン薬師寺康恵さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一方、 WBA のライトフライ級のタイトルを5度防衛されました、おなじみ渡嘉敷克夫さんです。よろしくお願いします。よろしく頼みます。お願いします。はい、さあ薬師寺さん、はい、再戦ということになりますね、リターンマッチ、うん、やっぱり、ね、再戦って嫌なもんなんですよね、どんな形であってもね。渡嘉敷さん、今日の試合のポイントどの辺ですか。そうですね、いかにその相手はやっぱ絶対バンバン出てくるんですよ、はい、だからいかにこれを足をさばきながらポイントを稼いで最後後半にひっくり返すと、まあ、そんな作戦だと思うんですけどね。それではその前回の対戦から振り返っていきましょう。中野選手の最近2試合の VTR をご覧いただきます。まずこれがメルビン・マグラモ、この時はチャンピオンとしてこの名古屋のリングに上がりました。1ラウンドでいきなりさん、この右のカウンターもらったんですよね、薬師さん。ね、こういうのって精神的にすごい応えるんですよね、はい、ただマグラモに減点がありまして、中野が中盤からペースを取り返していきます。渡嘉敷さん、このマグラモというタイプはどんなボクサーですか、はい、いやしつこいですね、もう一発打たれると4、5発返してきますからね。もうだからその場にいないことですよね。打ち終わった後に、打ち終わった後頭がジャブになって飛んでくるってことを中野選手も言ってましたけどもね、まあ、それもテクニックの一つですからね。そうですね、はい、そして6ラウンドから8ラウンドと中野が左ストレートで押しまくって KO のチャンスが訪れましたが、薬師さん、なかなか倒れなかったですね。ここで捕まえたかったですけどね、本当はね、粘り強いというか、結局試合は最終ラウンドまでもつれ込みました。もうどっちが勝ってもおかしくないような熱戦が最後まで展開されて、結局試合は判定で勝負ということになりました。でその判定ですが、2対0で中野が見事にタイトルを奪っております。メルビン・マグラモが中野の前に軍門に下ったという瞬間でありました。さて、そして今年の4月2日です。中野が初防衛戦を迎えて、相手は韓国からやってきたカンピルクーです。この試合も苦戦しましたね。このアッパーにやられましたよね。ライトアッパーが流されましたね。渡嘉敷さん、はい、中野選手、この2試合ご覧になっていかがですか。そうですね、パンチにそのまともにまだ当ててないんでね、今回はそれを研究してきてると思うんですが、それが楽しみですよね、はい、そして武器の左ストレートを中心に組み立てていって、中盤からまた盛り返す。ただこれ9ラウンドで骨折したんですね、チェンもね。ああそうでしたね、その影響もありまして、今回が7ヶ月ぶりのリングというブランクがあります。その不安がね、出なきゃいいんですけどね、試合にね、今日の試合でね、結局この時は僅差の判定ですが、3対0で判定勝利を収め、見事初防衛戦タイトルを防衛しております。さて最近の中野選手の2試合をご覧いただきましたが、薬師さん、これを踏まえて今日のリターンマッチ、はい、予想の方いかがですか。そうですね、もう進化してるやっぱり中野みたいですね、僕は。はい、渡嘉敷さん、いかがですか。そうですね、このいかにこのチャンピオンになってから変わったか、それみたいですね、進歩をね、はい、はい、その注目の試合、まもなく両者がリングに登場です。これより両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより挑戦者メルビン・マグラモ選手の入場です。フィリピンからやってきた歴戦の勇士、前チャンピオンメルビン・マグラモの入場です。1年前はチャンピオンとして名古屋のリングに立ちました。さあ46戦30勝14敗海外の試合は今回が13試合目、3度目の来日、中野を襲うトップコンテンダー、東洋太平洋フライ級1位メルビン・マグラモの入場です。対します赤コーナーよりチャンピオン中野博史選手の入場です。よっぱんせんでハンサーレペテン名古屋よ白いタンタダの登場だ。
OPBF 東洋太平洋フライ級チャンピオン中野博史、今日が2度目の防衛戦です。今年の4月に韓国のカンピルクーを判定で下し初防衛に成功。しかしフルラウンド戦う激闘の末に最大の武器である左手の拳を骨折、4ヶ月間利き腕の使えない葛藤の日々を送りました。この間右手1本での練習を繰り返し、課題と言われた右フックを鍛え上げました。さらに左ストレートは再発を防ぐために力強く握り込むことによって以前よりより威力を増しました。ボクサーにとっては魂ともいえる2つの拳、この2つの拳を磨き上げ最強のチャレンジャーにぶつけるために今夜中野がリングに上がります。東洋太平洋フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、東洋太平洋フライ級チャンピオン111パウンド4分の3、畑中ジム所属、中野博史。青コーナー挑戦者、東洋太平洋フライ級1位、112パウンド、フィリピン、メルビー・マグラモ。1年ぶりの再戦となります両者です。安井さん、はい、まずはその中野選手の表情をご覧になっていかがですか。リラックスしていい感じですね。そんなに緊張し、いい緊張してますね。いい緊張感を感じると思います。はい、渡嘉敷さんいかがですか。そうですね、顔の締まりも目の感じもね、いい感じですからね、気合減ってますね、かなり。前回はマグラモがチャンピオンとして、しかし今回は中野博史がチャンピオンとしてこのタイトルをかけて戦います。さあどんな試合になるのかが。マグラモちょっと老けましたか。1年ぶりですからね。はい、なんか元からそうなんですかね。はい、第1ラウンドのゴングが鳴りました。赤コーナーから出ました白いトランクス、金髪のサウスポーが日本畑中ジムの東洋太平洋フライ級チャンピオン中野博史、現在年齢は26歳、これが14戦目、過去13戦はいずれも負けなし、13勝負けなし、 8KO、KO 率が 61.5% です。対します黒いトランクスがフィリピンからやってきました前チャンピオン、メルビン・マグラモ、現在年齢は29歳、フィリピンはサンホセ市の出身です。戦績が40、これが7戦目、30勝14敗、2引き分け、 18KO を誇って KO 率は 60% というファイターです。前回よりやっぱりマグラモ絶対コンディション上げてきてますからね。そうですね、侮れ、1回勝ってるからって侮れないですよ。今日は第1ラウンドからアグレッシブに行くと言っていましたチャレンジャーのフィリピンからやってきた黒いトランクスマグラモ、前回対戦した時は薬師さん、これ第1ラウンドでこの右のカウンターですね、はい、あ、そうですね、これをいきなり不意にもらいましたね。リズムだいぶ狂わされましたからね。さあ中野がロープに追い詰めた。あれだ、両者の身長差はほとんどありません。マグラモの方が157センチ、中野の方は、この白いトランクスの中野の方は161センチです。中野君はね、さっき控室でちょっと聞いたんですけども、はい、前半ボディを打って、それと足を使いながらポイントを取りながら後半倒しに行きたいと、左ストレートで倒したいって言ってましたね。やっぱり薬師さん、前回の試合が2対0の判定勝ちですので、はい、今回はそれ以上の結果をと求めますよね。だから本人はもう試合内容、もう勝ち負け以前に、ね、試合内容を前回より良くしてアピールしたいところですよね。
はい、それから渡嘉敷さん、はい、畑中会長は前半はこの左利きの中野ですけども、左はもうボディしか打つなという指示を出すと言ってましたね、やはりあのボディを緩めて、でやはりあのガードをね下げさせたいとか、そういうのあるんですよね、結構あの東南アジアの選手ってボディ弱いんですよ。あ、そう言いますね、辛いもの食べるからかわからないですけども、はい、関係ないと思いますからね。いやいや、それも関係すると思うんですけどね。今日の放送席は名コンビの解説でお送りしていきますがさあ中野の方が左顎を捉えそうになるんですが、この実はですね、マグラモノが頭が先に突っ込んでくるんで、なかなか顎が捉えきれないんですね、でももうそれはね前回で分かってることですから、はい、お互いその辺はもうやっぱりちゃんと研究してきた方の勝ちでしょうね。そうでしょうね。いきなりの右あれに合わせて何か対処したいですね。はい、はい、薬師さん、そういった意味ではマグラモノ攻撃パターンは前回と変化ありますか？そうですね、もういきなり右とかこう振ってくるっていうのは変わってないですね。そうですよね、だから後半スタミナ前回切れそうになってたんで、はい、今回中盤後半どれぐらい練習してるか 見ものですね。それから渡嘉敷さん、はいはい、左ボディですけどもいかがですか？今あの狙ってますよね。狙ってましたね、あれどんどん打った方がいいんですよ、そして中野が鍛えたのは今回右フック左ボディ、このコミュニケーション、おっとちょっとボディに入っています。これ第1ラウンドが終わりました。試合は第4ラウンドで入ります。渡嘉敷さん、はい、先ほどのラウンド、中野がこれからやるべきことというのがちょっと伺えたところでもありましたね。そうですね、中野君はもう少しね打っちゃうんじゃないですか、足を使ってカウンターを取りながら、はいはい、あのボディ攻めた方がいいですよね。こうやってまずチャレンジャーの黒いトランクス、マルグラムの方がまず右手から入ってくる、このパターンはまずやめてほしいですね。そうですね、あの位置にいるから次が出ちゃうんですよ、相手が手が出やすくなっちゃう。あそこで闘牛士のようにひらりひらりとかわさなきゃいけないんだってことはチャンピオンの中野寛は分かっていますが、おっと手が出なくなって、ローブローですか？ローブローの注意ですか？ローブローって言いましたね。今減点ですか？今減点ですかね。ちょっときついような感じですね。1回で減点、まだ注意なくいきなり減点ですかね。あるいは注意だけだったのか、ちょっと後で確認しましょう、はい、試合は現在第4ラウンド、チャンピオンの中野寛がロープに追いつけていきました。一方のフィリピン、黒いトランクスのメルビン・マグラも右のスイングブローからまず自分のペースに作っていきたいところ、同じように大きく振ってはいけませんね。そうですね、コンビネーションでやっぱり行った方がいいですよね。はい、さあポストに追い詰めた、逆に左手をついてくるメルイン・マグラムですが、さあ左ストレート、チャンピオンです。チャンピオンの左が勝利しました。右フック左、顎を捉えた、いいですよ、あんな感じでいいんですよ。はい、左右のパンチです。さあ左右に上下の打ち上げコンビネーション、チャンピオン中野宏、さらに一段とした成長した姿を見せたいと言っていました中野。いいですよ、あんな感じでいいんです、あんな感じでいいですよ。距離を取ってここからですね、とにかく上を打ってもボディまで行くということですね。はい、ここで距離を離して、そして右足、あ、しかしこれは先に手を出したのはチャレンジャーです。右のボディブロー、左右のフック、大きなパンチを振ってきます。黒いトランクス、チャレンジャーのメルビン・マグラも前チャンピオンの今日はリターンマッチです。またローブローの注意ですね。注意ですね、はい、でもこれでローブロー取られてるとマグラモの良さというのは殺されてしまうからね。前回の対戦ではあのバッティングによる減点がありましたね、マグラモにね、はい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 、今回はまだバッティングの注意はありませんがローブローの注意が与えられています。黒いトランクス、マグラモ、はい、マグラモがねボディ打ってくるんですよ、右ストレートで、あれをね右でバーンと引っ掛けたいですよね。右フック で入ってくるところだ。そうですね、さあそしてローガードが入ってきますからね。チャンピオンが右に回りました。今いい方ですね、いい方に回りますね、その回ってから打ちたいですね。さあここでコーナーポストに追い詰めた、右フック、右フック、チャンピオンの右フック、体を入れ替えて今度はチャレンジャーマグラモだ。しかし中野はよく見ています。うまいですね、マグラモ入れ替えるのがね、はい、やはりテクニシャンです。46戦伊達ではありません、黒いトランクス、チャレンジャーのマグラモ、大きな右のスイングブローは見えています。チャンピオンです、まあ、同じ打ち合っててもねコーナー背負ってる方がね、はい、やっぱり不利なんですよ。見た目が悪いですよね、見た目が悪いんですよ。左右のボディーブローをこうやって簡単なく打ってきます、チャレンジャーのマグラモ。そう、体を入れ替えて右に回した、右フックです。大きな右のブローは見えています、チャンピオンの中野宏。さあここで右フックですね。そうね、あの右フック、もう少しね相手より、ね、右に立たなきゃいけないんですよ、はい、ちょっと正面に立ちすぎ。第4ラウンド、お互いの長所を出し合ったラウンドでありました。第4ラウンド、渡嘉敷さん、はい、ここまで試合ご覧になってペースはどちらが握ってますかね？まだお互いはっきりは握ってないんですけど、どっちかというとマグロの方が自分のペースを握ろうとしてますよね、はい、それをなんとかじゃ中野はかわしてるってところですか？そうですね、まあ、中野君もまだ攻めあぐんでるっていう感じではありますよね、
はい、ひっついてランダ戦はやっぱり、まあ、裏物がうまいですね。そう、足が使えるんだからもっとヒット&上で、うん、相手をこうパンチを外してね、バランス崩させた方がいいですよね。チャンピオンの右フックが顎を捉えました。ヤクシーさん、まだ両者ダウンはありません。はい、あ、左ストレート、いいですよ、うん、あんな感じでどんどん行った方がいいですよ。はい、距離を取っていきたいですね。頭ね、今見て頭怖いですね。はい、この頭に前回も散々悩まされました。しかしこの頭、まあ、2本目のジャブと中野は言っていましたけども、この頭による突進を前回は倒しました、うん、今良かったですね、右のフックね、はい、そうですね。伊藤さん、はい、チャンピオンサイドですよね。右のジャブをもっと出していけと。でやっぱり頭が来るので防御に関してももっと右をうまく使えということを言ってますね。その後の左のボディ、これを忘れるなと言ってます。今日の両サイドのレポーターは高田博之アナウンサーです。今のセコンドの指示、薬師さん、お聞きになっているいかがですか。そうですね、まあ的確だと思いますね、もっともっとでも、前の手を使っていきたいですね。今回中野が特に練習したのがこの右のフック、はい、まあ、フックとジャブの中間なんですけれども、はいはいはい、相手が左を出してきたところ、その左手の外側から巻き込んで打つブロー、うん、これを練習してきましたね。もうサウスポーにはね、もう定番 の、はい、攻撃なんですけども、このマグラモにはでなかなかそれが通用しにくいですよ ね、 ですね。これがマグラモの持ち味であります、うん、ロープ背負っちゃいけませんよ、足をうまく使わないと。ここで向きになって接近戦で打ち合うよりはむしろ距離を取った方がいいですね。そうですね、うん、そうですね。あそこなんです、右打ってくるときがチャンスなんですよ、はい、左側もうノーガードですから。ガードが下がってますもんね、右フックをカウンター取った方がいい。あれ、またか、またローブローの減点ですね。第4ラウンドに続き第5ラウンドもローブローの減点です。これはチャレンジャー不利です。いやでもこういうローブローとかはもちろんね、ラフな攻撃であるんですけども、今日はでもそういうのじゃなくはっきり強くしたいですね。そう、今なんですよ、今行かなきゃいけない、今ここですね、休んでいけないですね。一瞬の隙をね、はい、逃しちゃダメ、もったいない、見ちゃってますね、はい、堤トレーナーが言っておりましたが、ヒロシはどうしてもこの相手の正面に立ってこの不意にもらってしまう瞬間があるというんですね。逆にロープに詰められました中野、そして右に回って、うん、だいぶ足は使ってこの回っていくようにはなりましたけれども、トカシさん、はい、そこで相手 の隙を突くパンチが欲しいですね。相手より中に立っちゃってるんですよ、はい、サウスポー相手より右に立たなきゃいけないんですよ、うん、中に立つから足を絡まって回れないんですよね、うん、逆に左右のパンチをもらっています中に。ふらし第5ラウンドが終わりました。さあ試合はこれから後半に向かっています。第8ラウンドです。ヤクシーさん、はい、中野がなんとかこれもうワンランク上のボクサーに行ってほしいですね。そうだね、流れ的には前回と一緒のような感じになってしまってるんで、はい、今まで練習してきたこと、それから左が使えなかったんで右ばっかり練習したっていう、それ見せてほしいですね、うん、もっと右でさばけると思うんですよね。堤トレーナーはこの右がだいぶ自然に出るようになったなって言ってましたね、うん、右ですよ、今のいいですよ。さあ、中野行け、下から突き上げたいチャンピオン、右のアッパーです。マグラマン今度は体を入れ替えた、また解剖のようにして前に来る作戦だ。右アッパー、左アッパー突き上げた方がいい。ここで右に回った、さらに下がったところで飛ばしたくですね。そこで来たっす、はい、行かないといけませんよ。左ストレート、右フックを叩き込んだチャンピオンの中野博士、いつも右フックが当たるときは中野のポイントになります。 先行かないとね、向こうはヘッドかけてきますからね。チャレンジャーの右、先に入った方がいいですよ。だから今聞いたのか、この右奥で聞いたのかもう分かんないですよ、ハッとするだけでね。それが手ということも ね、 ありますからね。前回の対戦の感想で休むのが非常にうまいボクサーだなって言ってましたね、マグラムのことをね。伊藤さん、はい、チャンピオンサイド、とにかく離れた後、それから相手の大振りの後、それが一番チャンスなんだと、そうです、ね、すぐに行けということを言ってます。左ストレートが右奥、チャンピオン中野の時間が近づいてまいりました。終盤第8ラウンド、さあ左右の連打だ。チャンピオンが今回ははっきりと KO に倒した。来ました、相手スピードがなくなってきてますよ、効いてますよ、ちょっと落ちましたね、効いてますよ、ここで負けちゃいけません。東京チャンピオン中見ろし、今日が2度目の防衛戦、世界を目指すためにはここで手こずってるわけにはいかない。おしかし今度は右をもらった、逆にコーナーに詰まった中でチャンピオン苦しい。すごいですね、この挑戦者、すごいボクサーです。メルビン・マグラボ、そして頭があって、この頭があって、ボディが遠くて懐が深いってこと言ってましたね、中野はね、そしてまた中野君はちょっと綺麗すぎますね、はい、ボクシングが綺麗すぎる。もう少しね、離れるときに肩を使ったりね、いろいろテクニックがあるんですよ、
もっとずるさが欲しい。そうですね。堤、ね、トレーナーも言ってましたね。強気なんだけど広島人のいいところがあるから言ってました。お左右アウチ。ちょっと左ブロもらいましたね。今のレフリーを止める瞬間際どい危ないです、逆に危ないです。今のは第8ラウンドも残り時間が少なくなりました。このラウンドは中野博士が左打つときには左足がね揃ってしまうんですよね。ちょっと突きの気味で、はい、一発で終わってしまうわけですね。そうなんですよ、ね、次は打てないですね。パラスクリスト、うん、右フックを刺してくれ。これでいいですよ。チャンピオンさあここで一気に詰めるか。中野コーナーポストを攻めました。こっからが反撃、手数で勝負のデルビンマグラも第8ラウンドが終わりました。第9ラウンドに入っています。いきなりのスイングブロー、そして右のカウンター、これはもうよく分かってる、相手の出方は分かってると言ってました、チャンピオンの中野博史です。ヤフシーさん、そうですね、はい、大体のマグラモの作戦パターンというのは、うん、まあ、前回と同じと言ってもいいですね。もう僕自身的にはその、なんですか、その成長とかそんなんじゃなく、はい、今回もう手持ち分かってるし、それからもうスタミナもね前よりありますね、やっぱり、はい、あ、目の上切りましたかね、額のあたりちょっと赤くなっています、頭当たったかな、バッティングですかね。ああ、血が滴っています。左まぶたですね、まぶたの上、眉毛のあたりですね。前に切ったことあるんですかね。右の眉の上は切ったことありますけどもね、左は初めてかもしれません。伊藤さん、はい、チャンピオンサイドですけども、とにかく手数を出せと言ってますね、それから、中田の出血ですけども、偶然のバッティングということです。はい、うん、まあ、この選手だったら絶対頭当たりますよ。前回の対戦でもそうでした。右のアッパー当たりました、チャンピオンの。そして体を入れ替えて、でもここでひるんじゃいけませんよ、はい、ここでひるんじゃいけない、もう行くなら行くで、そして、あ、傷見せますね。ドクターチェックです。時間が止まります。確か左の方も1回切ったことがあったかもしれませんね。ちょっと出血今多かったですからね、でもこの9ラウンドまで切れなかったっていうのは不思議なぐらいですけどもね、前回のカンピルク戦、そして前々回のマグラモ戦、さらにその前の99年7月のザ・ムサシ戦でも中野は目を負傷しています。さあ調子づいて出てくると思いますよ、はい、ボディ打ってきました。右フック、でもその時はチャンスですからね、はい、右のカウンター取りやすいですから。そうですね、ここで、うん、チャンピオン中野博史、辛抱のボクシングです。ここから KO のチャンスを作っていきたい。マグラボが一気に攻勢に出ました。チャレンジャーマグラボ、まっすぐ下がる。打っちゃわなきゃダメ、はい、もうここに来たらもう打っちゃって、根性勝負ですよ。そうですね、下がっちゃいけませんね。左ストレート、いいですよ今の左ストレート、はい、さらに左ボディコーナーに詰めた中野、打つんです。アッパーでも何でも打つんです。フラフラになって手を出してきます、チャレンジャーのメルビン・マグラボ。中野もこれに応えていく。なかなかこの左ストレートが打ちづらいところに頭があります。どんどん打ってきたいですね、なるほどね、ひるまずに。アゴが見える瞬間がチャンス、いいですよ。あれ左のダブル、打つとき当たりますね、あれいいですよ。左から右フックの返しも当たりました。左のダブル、逆にチャレンジャーの右がヒット、チャレンジャーのまた右です。この右しかありません。チャレンジャーの左目を切ったところ狙ってきてますよ。なるほど、左ですよね、そうです。チャンピオンがもう目を切っています、この第8ラウンド、うん、もう打ち負けずにいきたいですね、お、さあもう手を出さなきゃダメ、打っちゃった方がいい。パンチは中野君の方があるんですからね、自信持って打っちゃった方がいい、ね、チャンピオンサウスポーの中野博史、白いトランクス、離れたらすぐ打ちですね、ここでね。残り10秒です。そう、今の感じでいいですよ、今の、そこでカウンターちょっと左入りました、左ストレート、ラウンドの最後、まとめ方が大事、チャンピオン中野博史、いいですね、いいですね、第9ラウンドが終わりました、いいですね、ポイント取りました、うん、チャンピオン中野博史に最後まで声をかけました堤俊樹トレーナー。この堤先生の下で畑中清が世界チャンピオンに、そして杉田隆平が日本チャンピオンに、中野博史が東洋チャンピオンになりました。畑中ジムであります。あ、いいボディ打ちましたよ、左チャンピオンの左ボディ。第8ラウンドあたりからだんだんと渡嘉敷さん、はい、この中野がペースを取り戻してきましたね。そうですね、今のラウンドで完全に目が覚めたと思いますよ。残り3ラウンドになりました。2度目の防衛戦です。伊藤さん、はい、先ほど切りました中野の目尻の傷ですかね、3センチぐらい、深さはそれほどないということです。はい、今の眉毛の炎上のところなんですけど、熱かった目に直接入ってくることはないですね。おっと、離れ際にチャレンジャーの右、さらに左、
それほど力はないんですが、コツコツと当ててきます。チャレンジャーのメルビン・マグナモ。一方のサウスポー、白いトランクス、チャンピオン中野博史。もう打たさない方がいいですよ。あの傷口が、ね、開いて出血で、ね、はい、止められたりすることもありますから、ちょっとガードを開けてほしいですね。どうしてもあの広志は打ち終わった後にガードが下がるということを言ってました、ね、はい、働く会場です。左アッパー、チャンピオンの左。しかしこういう挑戦者はやりづらいですね、はい、チャンピオンの方は。一番何がいいですか、徳橋さん。え、何を打ってもね、その聞いたような顔をしてこないでしょう。そうですね、体を入れ替えて右回りしたいところですが、マグナモがそれを許さない。中野はしかし逆に前に突進していく。そして首を抱えてクリンチです。これも一つの手ですよね、はい、さん。あのボクシングの基本スタイルにこんなスタイルはないんですけどね、はい、でも本当にこの外国の選手ならではのこのスタイルですね、これ。そうですね、うん、ただこれから中野が進んでいく東洋、そして世界の舞台にはいろんなタイプのボクサーがいます、うん、大きなスイングブローをかわして、そして体を入れ替えた。あっと中野少し後ろに下がってしまう。多分中野もあとね、このあと3ラウンドでっていうのちょっと焦りもあると思うんですけども、はい、やっぱり前回とここが違うっていうところをやっぱ見せてほしいですね。パンチがあるんですからね、同時に当ててもいいんですよ、はい、うん、おっとまたここでドクターチェックですかね。ちょっと出血が多いですかね。左のまぶたの上です。依然として血は止まりません。マグラモの右のストレート、そして再三によるこの頭からの突進、傷の具合がちょっと心配。ここでやばいですよ、レフリーが止めました。ドクターストップがかかりました。この試合の勝者は判定の行方に持ち越されることになりました。勝者中野、中野博史が勝ちました。2度目の防衛を果たしました。結局負傷判定でテクニカルノックアウト勝ちということになりました。ヤシーさん、はい、本人も、納得してないと思います。で、多分すっきり感じなかったでしょうね。トレーナーね、働く会長もちょっと納得してなかったと思いますね。ただ渡嘉敷さん、今日のその中野博史選手、良かった点は挙げてください。そうですね、あの左のボディ良かったんですけど、最初ちょっと背早組んでしまったと。で、相手が相当頑張ったということですよね。そうですね、マグラモがなんといっても前回よりも仕上がりが良かったですね。まあ、あのスタミナもありましたね、はいはい、さあこれで OPBF 東洋太平洋のこのタイトルを2度防衛、見事果たしました。何よりも同級1位の最高の挑戦者を退けた中野博史です。ということで、チャンピオンの中野選手が10ラウンド負傷判定で2度目の防衛を果たしました。実はその中野選手と今電話がつながっています。中野さん、はい、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ね、まあ、今回はタイトルを奪った相手とのリターンマッチということだったんですが、マグラム選手の印象はどうでしたか。そうですね、まあ、前回よりもやっぱりちょっと気合い入れてきてたかなっていうような感じですね。気合感じました。はい、なるほど。そうか、中野選手にとってのこの試合はどんなものだったんでしょう。そうですね、まあ、まだまだ上があるんで、まあ、僕としてはもう本当に通過点の一つにしか過ぎないんですけどね。なるほど、さらに上に行くための通過点という。そうですね、はい、あ、ね、まあ、これで2度目の防衛となったんですが、次の試合の予定は決まっているんでしょうか。予定はそうですね、まだ決まってないんですけど、はい、まあ、とりあえず、ゆっくり、まあ、体休めてですね、はい、来年またちょっと一からビシッと出直しです。来年一からまたビシッと、はい、目標は高くっていう感じですかね。そうですね、まだまだ上はもう上には上がいかでもいるんで。なるほど、まあ、でもこれからしばらくはリラックスしてという感じですね。そうですね、はい、はい、また次回期待させていただきます、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、します。はい、そういう